今ね、バーサクヘルって失敗してるんだけど、探索依頼って受けちゃったんだよね、今。で、これ、アイテムを探しに来てると。アイテムの居場所、あり場所は、あ、で、これ、リカっていう人が依頼人なんだけど、このリカは、悪人？逮捕依頼とか逃げ切った人だよ。期限切れで終わりだから、あ、これ、やるやる。アイテム。今、カット&ペーストしたから、それだと間違わないじゃん。あれ？あ、そう、バーサークや。で、4000ゴールドってこれ、4000ゴールド普通払えないよね。たった1万の仕事で。もうすげえ悩む。めっちゃ悩んで。払ったね。レレンシア国の、信者の墓っていうところにあるっていうからさ。じゃあ、それ、取りに行かなきゃいけないんだけど、今これ何してるかっていうと、お金取り戻そうとして、ロングボウ8000。盗んだじゃん？成功したの盗む。それで、多分、2万ゴールドにお金を取り戻したところだよね。今これ、後付けで音入れてて、声が、マイク、オンにするの忘れてて、入ってなくてね。で、やってきました。このね、信者の墓場にあったの、信者の墓場にあるって言われて、だったらこんなの4000払わなきゃよかったんだけど。で、うちのマドレーヌは、盗みはします。全秩序のふりしてるけど、もともと、ちょい悪だから、ちょい悪、うん、持ってる親父って意味じゃなくて、持ってないけどね。これ落ちるとこあるじゃん。落ちて移動しなきゃいけないのかなと思ったんだけど、全然そうじゃなくて。今、一歩一歩マウスちょっと、ものすごい速度で移動しちゃうんで、穴に落ちちゃうんで、罠にはまりまくっちゃうんだよね。Windows 95でやってた頃はまだ、パソコンの性能そのものがみんな悪かったから、あとリンクも気にしてなかったんだけど、今のパソコンだと、ね、昔の10倍以上性能いいから、10倍じゃ済まないよね。だから、駆け出しちゃうんだよね。で、奥の方の穴に、あるんじゃないかっていうんで、ちょっと奥の方に、積極的に、早めに端っこの方に行ってるとこだよね。まあ大体予想って外れるんだけど。ここは、家具が邪魔して、大きく二つに分けられちゃってんの、このエリア。でも、相互に繋がってるから、でここ行き止まりなびっくりした。これ多分追い込む、冒険者追い込むための、ダンジョン設計になってて、モンスターに追われてあそこ、ぐるっと回って逃げようとしても逃げらんないような。一応ね、ダンジョンにある程度特徴があるんだよね。で、ここは今悩んでて、てか操作ミスしてるだけかな。ああ、もうめんどくさい。なんでここ、出てくんの。ここも何もないんだよね。ああいうお宝は何でもないとこに転がってたりするんで、結構、真剣調べてる。久しぶりだからね、あれ何もないやつだと思ってても、一応確認しちゃうんだよね。で、ここが、そう、見えるけど、バラバラっていうところで、この辺りの部屋にあるんじゃないかなと。結構何でもないところにあること多いから。あ、あれ。あちら調べきって、ああ、あれはそうか。祈るための像みたいなやつだ。はい、オブジェクトでお祈りできたりしてね。信仰心が少し変わったりすると面白いと思うんだけど。昔のだから、あまりいろんなオブジェクトをクリックして、それでイベントを起こすとかっていうのは、設計に入ってないよね。さて。
冒険者で話しかけることができる人かもしれないから近づいちゃったんだよね。重なったんでやべえなと。これ人間相手なんで、で前の方のがバーサーカーで HP がめちゃくちゃあんので、後ろの方の魔法使い系がきつい魔法を打つと一撃で80とか削られると死みんな死にかけちゃうから、もう今メージを削って、この後多分クレリックを殺す。もうみんなはバーサーカーと激闘中、うん、クレリック打ってるよね。もうクレリック打つしかないんだよね。変なの、変な魔法ってくることあるから。やってますね。どうしよう、ここはもう一回クレリックで行くか仲間を助けるか。シャッコーさんが体力削られてるんで、シーフのクリティカルとか入ると即死するから、これでも安心かな。数がこっちの方が多いんで、バーサーカーさんはうちの主力の金雷王さんと同じぐらいの強さだけど、こっちは回復要員がいるから、だから知力30になるかならないかがこのゲームの分かれ目だ。恩恵札使えるようになるとまあまあ戦えるかな。でこれでここの奥に何もないと思って戻っちゃったんだ。あそこね、奥穴開いてて、後でモンスター出てきてびっくりするっていう。今休憩だな。自分の MP 回復しとくのと、あ、みんなの少し回復しとけばと思って。ああ、金ライオンさんが主力なんで、金さんだけは満タンにして、バスチーヌが HP95 なのに85までしか回復してない。で、どうしようかなと思ってやめたんで。あ、やめてない。ちゃんと、1時間休憩してる。偉いな。まだ、200近くになってくると、160超えてくると、まあ、一撃死が減るから、そんなにはしないけど、90ぐらいしかない HP だと、助けてあげる暇がなく死んじゃうから。さて、今度はこっち側だなっていうことで、左側の方をぐる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 って。で、なんか下に降りる穴が開いてないか、あれっていう。そうするともう扉1個しかないんだよね、今この段階で。これ、ここにあんの？って思って。ここにあんだよね。実際あったの。なかったな。あるとも思えたの。これで、ああ、守りがいるなーって。これ、おびき出しして、そしたら、モンスター2個重なってたんで、これ戦ってて、回復する前に連戦になっちゃうこと多いから、少なくとも、1グループは釣り出そうとしてるところ。だから、足踏みして、近づいてくるの待ってて、追っかけてきそうになったから、これ、いいかなって思って、様子見てるところ。あ、そう、これ、釣り出し始めた。どう移動せよ。結構追い詰められちゃうと、ただのくだらない戦いになるから、出てきたよね。クリスタルのマークついてる。で、弱いから出てきたと思ったら、実はあいつら、めっちゃ強いやつらで。後で対戦しようとして、逃げ帰るんだけど、これで一通り、あ、そう、このクリスタルが向こうに行ってるのを確認して、で、これどうしようかなーって今悩んでるとかね。あ、罠。で、罠発見した時やばくて、罠解除するのに時間がかかる間に、モンスターが近いと追いつかれて後ろから攻撃されたりするんで、罠見つけた瞬間もうドキドキして。基本的に探索ができるレベルじゃないんで、こいつら。探索系は強いモンスターいっぱいゴロゴロって守ってるから、ランダムに買わせないと死ぬんだよね、うん、今これ様子見て
逃げ帰って休憩できる場所を戦った後にを探してるところ、追いかけっこのルートを確認してるっていう。探索系のモンスターなんで、戦わないで済むんだったら、とにかく戦いたくないんだよね。下で戦ったのは、冒険者の仲間かと思って、ちょっと声かけようとしたんだよね。今、必死ですな、一歩一歩。さっき出てきたモンスターがどこにいるか。で、これ見にくいから移動するときに、見にくいんで。操作ツールボタンっていう真ん中の上にあるやつ使って、一歩一歩動いてるときに、マップとこのリアルのキャラがいる場所の絵が近くないと確認しながら歩けないんで、他のところはいいんだけど、今回はこのパーティーよりも明らかに難しいとこ来てるんで、戦ってみてね。ジャイアント出てきて、大入道かな、ジャイアント忘れたけど、これはどうだ、じっと固まってんのはどうしようって思ってんだ。でも一回とにかく全滅してもいいから戦おうかって。で、これ一つに集中しないと無駄な戦いしてらんないんで、とにかくまず全員に一番先頭攻撃されてて、一発がね20ぐらいしかいかなくて、多分ジャイアントだから HP は数百あるから、こんなヘボいメンツじゃ育ってくると一撃で殺せるんだけど、悩んでるよね。でもう一回攻撃してくれと。だから戦闘を倒して逃げ帰ろうと思って、敵の数を減らさないと。3体だと3匹のジャイアントが仲間の1人集中攻撃した瞬間にクリティカルでも入れば守る暇なく死んじゃうから、狙ってる狙ってる。これ勝ったなと思ってた。なんかもうシャクさんがちょっとやられてるんで、これもう逃げろ逃げろだよ、もう逃げろ、絶対逃げる。ほら声をかけて逃げろ。で今度は仲間の下にあるキャラクターアイコンがまだ戦う状態になってるんで、その間は自分が逃げるとみんな残って戦ったりするのは嫌だから、で恩恵札でシャクさん回復しといて、でみんなのアイコンが逃げるマークになったから、ここが逃げるマークになったんで、ここね。そしたらマドレーヌはめちゃくちゃ早いんで、みんなよりも一歩遅れて逃げ始めて、もう一番最初に逃げちゃうから、これでこの時あ勝ったなと。これはバーサークヘル手に入るぜと思ったら、誰かが魔法使う前に回復使っちゃって、回復薬もったいねえなと。他のやつが使う前にもう回復してるよね。マチスチーヌ無視。こいつバス、俺バスチスチーヌ一番最初の仲間なんだけど、死んでもいいやってどっかで思ってんだろうな。ちょっと冷たいよな。うん。で、どっか寝ようとしてんのかもしれない。寝る場所を探して、外に出てきたやつが、うまく追っかけてきて寝てるところを邪魔されて嫌だから、部屋が欲しいんだけど、さっきの部屋にやると、で、地下に行こうと。地下に敵いないと思ってるから、たらこれで、敵がいて、ははは、待ってて。階段そのまま、降りた階段そのままもう一回クリックして、駆け上がるよ。うん。ドキドキドキ。めっちゃドキドキしてた、これ。で、しょうがないから、こちらはもう何もいなかったの。で、ここで休憩。奥まで行ってるわ。あ、そうか、なんかいいのないかなって思ってんだ。休憩すんじゃない？なんかゆっくりやってるな。あ、休憩終わり。え、もういいじゃん。敵があれだからね。バチスチーヌ、フル回復に近いとこまで、持ってきたかったんだ。細けえな、俺。
多分自分のアイテム確認してんのかな。あ、わかった。戦ってる時に魔力が足んなくなったら嫌だから、ヨーマ丸をシャクさんに渡してたの、今譲ってもらってるところ。その時に自分のアイテム欄見て、ランプが少ないなと思って、ランプまた買い足しとかなきゃって、そんなこと思いながら、この後戻りますね。さーて、あとこれでニュードを二人倒せば初めての探索大成功ということで、もうワクワクしてる。で、外に出てきたやつが、そうそう、裏を取らないかどうかで確認して、あそこにいるじゃん。なんでこれやばいなと思って。うまく近づいてから、さーって通って。あれだと結構離れてるから、戦ってる間に後ろに近づいてこない。行きます。この時はね、また一体ずつ倒そうか悩んだんだけど、さっき戦った感じで、そのままいけそうな気がしたから、ジャイアントは多分巨人系で一番弱いんだろうな。覚えてないんだよね、本当に10年以上前にやってるから。でもこの巨人系と戦うと、これぐらいの HP の、それも守備が弱いグループだと死者がすぐ出るので、生き返らせないと辛い。やった、これ勝ったなと思ったよね。金さん回復じゃないか、戦ってるわ。この後金さん回復だよ。クリティカル一発で90とか持ってるからね。オッケー、もうこれはもう絶対勝ったね。 MP もまだいっぱいあるし、やったと。これでバーサークヘルゲット。この袋があるじゃん、やったと思ったら、サンダークリスタル。バカにしてんなって言ってたかもしれない、ゲームの中で。ってことは、さっき出会った地下の、あそこに行かなきゃいけないんだけど、ねえ、もうやめようかなって思って。これよりも強い敵とか、入道が6人とか育ったらもう、バカバカしくやってらんないから。今、サンダークリスタルを使おうとしてるとこかな。アイテムの分配して、魔法使いのこいつだけなんで、みんないらないから、買わないから。で、サンダークリスタル。そうすると、MP 消費がなくて、知力75。やっと30になった、マドレーヌには無理。元々の魔法使い系以外は無理。で、帰ることにして、で、さっき外出てきたやつ、これ多分ニュードよりも弱いと思ってて、戦う気なんだ。試しに。ちょっとこいつを殴ってから帰ろうと思って。帰ろう、最強敵めっちゃ強い、これ。やばい。金色に輝いてる、なんだっけ、スフィンクスの出来損ない？ゴーレム。アイアンゴーレム。ちょっとガーゴイルもキックが強いから、逃げろ。もう、見た瞬間にこれやばい。逃げてる最中に一人ぐらい死ぬかなと思って。でも、ここはみんなが逃げ出したの見た瞬間にもう自分も逃げるクリック。逃げます。そう、逃げるって一番早く逃げちゃう。敵の攻撃前に逃げられるんだよ。マドレーヌは、スピードが80超えたから。もう、バチスチーヌ死ぬと思ったね。これ見た時はね。だと追っかけられてないか、向き変えられるかどうか今じーっと悩んでて。でも帰る。あんなの言うんじゃ無理だもん。あれにあったってことは、雑魚があれだから、いっぱいあれがいるってことだ。で、初めての探索は失敗と。で、仲間回復してんのかな？盗みとかしてるんで、警察に見つかって追っかけられるとか、わかんないかったから、ないと思うんだけど。で、これは、断んなきゃなって思って、依頼の一覧から断れると思ったら断れないから、宿屋に行って、依頼を中止、中止しますか。いや、断んなら依頼すんじゃねえよって。ふざけんなよ。
ったの1万ゴールドだよ。死んだ人の生き返らせる金にもなんないぐらい。で、宅配でもやるかなっていう。ということで、今回は初めての探索は失敗。ということですね。